はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今日はギターでね、どういう練習をしていいかわからないっていう人に向けての動画になってます。最後までよろしくお願いします。ギターをね、上手くなりたいから練習しようと思って、でもどういう練習をしていいかわからないって人は結構いると思うんだよね。でさ、練習をすると一口に言ってもね、どういう練習をするのかっていうのは、自分がさ、何を弾きたいのかとか、どういう風になりたいのかによって全然違うんだよ。まあこれはさ、スポーツに例えれば分かりやすいけど、例えばに短距離走で速く走りたい人がやる練習と、長距離走でさ、長時間をさ、いいペースでこう走っていきたいっていう人がやる練習っていうのは全く違うじゃん。同じ走るってことだけどね、全然違うじゃないですか。で、ギターもこれと同じなんだよね。その、どういう風に弾けるようになりたいとか、どういうものが弾けるようになりたいかとか、それによってどういう練習をするかっていうのは変わってくるってことをまず理解してください。で、こうギターを弾くっていうのはそもそもどういうことなのかっていうさ、これってこう頭の中でこういう風に弾きたいとか、こういう音がいいっていうイメージしたものを自分の手を使って、音にして再現するもんだよね。で、ギターでね、奏でる音っていうのは音楽を作り出すわけだけど、音楽っていうのはさ、音の芸術なわけじゃん。で、まあ小説とかさ、そういう文学とかが文字とかを使っての芸術、まあ、表現ってことだよね。絵画とかはね、色とか形をこう自分で描いて表現する芸術だし、まあ、今ね、イメージを具現化するっていうのがそういう芸術ってものだと思うんだけど、これはね、ギターを弾いて音を奏でるっていうのも全く一緒で、この時にすごく重要なのは、こういう風に弾きたい、こういう音を出したい、こういうフレーズが弾きたいっていう明確なイメージを持つってことが超重要。なんかこうね、明確に何がしたいのか、どういうのが弾きたいのかわからないのに、上手くなりたいです、だから練習したいんだけどどうしたらいいかわかりませんって、そりゃそうでしょうっていう話なんだよね。そういうさ、目的地がちゃんと決まってないのに、ただひたすらなんとなく歩いてるのと一緒だから、それじゃあさ、いつまで経ってもたどり着けないし、何から始めていいかわからなくて当たり前じゃん。それと同じなんですよ。だからまずね、自分がどういう風に弾けるようになりたいか、どういうギタリストになりたいかってことをよく考えてみてほしい。まあね、憧れのギタリスト、こういう人がいる、僕もこういう風になりたい、私もこういう風に弾けるようになりたいとか、そういう明確な目標を持つのもいいし、なんか世の中にはまだいないような、こういうギタリストっていないな、こういう音出す人いないなっていう、そういう、でも自分はこういう音出してみたいっていう、こういう風に弾けるようになりたいっていう明確なイメージを持てば、そこに向かって、あ、じゃあこういう練習をすればいいのかっていうのははっきり分かってくるからね。まずは本当ね、明確な目標を決めるっていうのを徹底してください。で、その明確な目標が決まったら、そこに向けて練習していけばいいだけなんだけど、例えばなんかこういうさ、僕よく弾くのがスラム奏法つって、みたいな、こういう奏法をやるんだけど、これも頭の中でこういうさっていう音が鳴ってて、これをじゃあギターで表現するにはどうしたらいいかっていうのを考えて、こういう練習をすればいいっていうのが分かってきて、練習して弾けるようになったんだけど、こういう風にね、さっき言ったね、明確なイメージのどういう風にこうギターで表せるのかっていうのをまた考えてみてほしい。まあ、さっきのがそのイメージを想像する力だとしたら、今度はそれをね、どういう風に表現するのかっていう、そのなんだろうな、こう頭の中でイメージできたものを実際にどういう風に鳴らすのかっていうね、頭の中のイメージを音に変換する能力っていうのかな、っていうのがすごく重要になってくるから、これまず想像してほしいの。この頭の中で鳴ってるこの感じってどうやって弾いてるのかとか、どういう音なのかとかっていうのをまずこう考えてみてほしいなと思います。で、そこまでいったらもうあとはひたすらそれを練習して、そのね、実際にそれを表現する、指先の、これはもう身体能力だよね、が重要になってくるから、この指先でどんだけそのなんか自分イメージした音っていうのを鳴らせるかっていう、もう本当これは肉体的な練習だよね。そこで初めてね、自分があ、この練習をすればいいんだっていうのが分かってきます。なのでね、あなたもね、明確なイメージ、こういうギターが自分は弾きたいんだ、私はこういうギターが弾いてみたいなっていうね、イメージをしっかり持って、それをね、じゃあどうやったらそれ弾けるようになるのかって考えて練習に取り組んでみてください。ということで、今回はギターの練習をね、何から始めていいかわからないよっていう人に向けての動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。やっぱさ、よくこうギター上手くなりたいとか言う人いるじゃん。まあ僕もそういう風に言ってる方だったんですけど、上手いって何なのさっていう話なんだよね。それって、僕が思う上手い人っていうのは、自分がイメージしたもの、こういう風に弾きたいっていうのが弾ける人なんですよ。
ただそうなりたいんだったら、やっぱしね、日頃からこうさ、なんかこういうフレーズが弾けたらいいなとか、こんな音がねできたら自分が出せたらいいなとかっていうのをいつもね明確にイメージしておくっていう習慣をつけておくといいと思う。でそっからそれがどういう風にやったら弾けるのかっていうのを考えて、そのための練習をやっていくっていう。これでもね、とにかくイメージできてないものは弾けないから、一番最初にイメージを固めるところが絶対に大事。まああとはもう練習するしかないからね。自分ができるまでも、あとは自分とのこう根性比べっていうかさ、お前できるまで弾けよっていうので、サボらないで頑張るしかないって僕は思ってます。それではシンガーソングライターの飯田将暉でした。また会えるの楽しみにしています。それじゃあまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？うん。結論から言うと、作れます。僕が、この10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話、合計70分の、動画コンビの中にこう、ぎゅーっと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけど、どうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるの、っていう人とか、ギター、まあ少しは弾けるけど、ちょっと表現力に自信がないんだよね、とか、いう人とか、作詞してみたいんですけど、どうやってやっていいかわからないです、っていう人とか、曲作ってみたいけど、どうやっていいのかわからないな、っていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど、私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね。あとは、自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけど、お金は注文からないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこう、ピッて押してもらうと、って出てくるんで、そこのリンクを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと、第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなこうあると思うんだけど、それピッて押すと、やっぱりそのリンクがね、さーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって、登録してもらうと、すぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでも、どちらでも見れるので、ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田将暉でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。